ウィリアム・ラザフォード・ミードはアメリカ合衆国の建築家で金ピカ時代を代表する建築事務所であったマッキム・ミードホワイトの中心人物。この事務所の共同創設者の残り二人はチャールズ・ホレン・マッキムとスタンフォード・ホワイトであった。ミードはバーモント州ブラトルボロに生まれた。彼のいとこの一人は後のアメリカ合衆国大統領ラザフォード・ビー・ヘイズであり。 ミードのミドルネームはヘイズに由来していた。ミードの姉エリナーは小説家ウィリアム・ディーン・ハウエルズの妻となり、弟ラーキン・ゴールド・スミス・ミードは彫刻家となった。ウィリアム・ミードはハンサムで威厳があり、寡黙な人物であった。父親は優れた弁護士であり、母親は同いだコミュニティに関わっていたジョン・ハンフリー・ノイスの妹であった。 ミードはノーウィック大学で2年間学んだ後、マサチューセッツ州のアマースト大学に転じ、1867年のクラスで卒業した。その後、ニューヨーク市のラッセル・スタージスの事務所において、ジョージ・フレッチャー・バブの下で建築を学んだ。1872年、ミードはニューヨークでの同僚だった建築家、チャールズ・ホレン・マッキムと組んで事務所を立ち上げたが、 ミードはやがて建築設計よりも経営面で才能を発揮するようになった。ミードの故郷であるニューハンプシャー州チェスターフィールドに建てられたアマースト大学の学友ドワイトヘリックの家はミードの設計として知られる建築の一つであるが、これもマッキムとの協力によるものであった。1877年12月頃、 マッキムの新しい妻兄ビゲローの兄ウィリアム・ビゲローがパートナーに加わり、マッキム・ミードビゲローとして、ブロードウェイ57番地に事務所を構えた。ビゲローは1879年に退き、代わってスタンフォード・ホワイトが加わって、マッキム・ミードホワイトが成立した。ミードはパートナーの一人であり、誰を雇うか解雇するかを決め、船の舵取りを担い、 他のパートナーたちがヘマをやらかさないう気を配ることに時間を使っていた。1883年、ミードはオルガ・キリエイニとハンガリー王国のブダペストで結婚した。二人はイタリア王国のローマに移り、そこでミードはマッキムのお気に入りの授業で彼が死ぬまで継続して関わり、彼が残した成果の一つとなったローマのアメリカンアカデミーに深く関わった。 ミードはマッキムと共に設立メンバーに名を連ね、1905年から1928年にかけては、理事、1910年から1928年には、会長を務めた。1902年には、国王ビットオリオエマヌエーレ3世が、古代ローマやイタリアルネサンスの建築様式を、 アメリカ合衆国に広めた先駆的業績に対してイタリア王冠勲章をミードに授与した。1902年にはアマースト大学がミードに名誉法学博士を送った。1909年、ミードは理学修士をバーモント州のノービック大学から取得した。1913年にはアメリカ文学芸術アカデミーから金メダルを授与された。 ミードは1920年に引退し、1928年6月30日にパリのホテルの一室で数週間の闘病の末に心筋拘束で妻に見取られて死去した。ミードは事務所の創設メンバーの中では最後に死去し、マッキムは1909年、ホワイトは1906年に先立っていた。ミードの死後25万ドル相当の彼の遺産は妻のオルガに残された。 オルガは姉と共にニューヨークへ移り住み、1936年4月10日にニューヨークのアパートメントホテルザ・シェリー・ネザーランドの自室で死去した。彼女はすべての遺産をアマースト大学理事会に依存した。この資金はミード・芸術ズの建設に用いられ、その設計はマッキム・ミードホワイトのジェームズ・ケラム・スミスが行った。 この建物は1948年に完成した。ありがとうございます。